どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私は成田空港第一ターミナルに来ております。ということで今私はね、成田空港第一ターミナルに来ております。まあ、サムネイルね、見た方は分かると思うんですけども、昨日よりですねプライオリティパスで対象になった焼きすきヤンマ、今回ですねこちらに行ってみたいと思います。いやね、本当はね、国際線を発見して、まあ、韓国とかね、台北とか、まあ、近いところに行って、日帰りでね、帰ってこようかななんていうふうに思ったわけなんですけども、いやね、残念ながら行きの航空券はね、なんとか取れそうなんですけども、帰りの航空券がね、ちょっと私が持っているね、特典で、発見できそうもなくてですね、ちょっと国際線はね、断念ということで、今回はね、国内線を利用して、この焼きすきヤンマ、利用させていただいて、実際ね、どんな感じなのかっていうのをですね、皆さんにね、お伝えできればなと思います。でもう一個ですね、国際線の制限エリアにできたジャパニーズグリル、クラフトビアタツ、こちらのお店なんですけども、こちらに関してはですね、昨日ねあのツイッターの友人の方がね、行かれておりましたので、そちらの方がですね写真ねお借りさせていただきましたので、ここらにね載せさせていただきます。どうやら、お刺身のセットと天ぷらのセットだったかな、はい、こちらがね利用することができるということで、まあ、皆さんね今後、こんな感じで利用することができますので、ぜひねあの参考にしてみていただければなと思います。ということで、本日はですね、ということで今回ですね焼きすきヤンマ、行ってみたいと思いますので、時間がねまだ早くて今ね朝の7時半なんですよね。でこちらの焼きすきヤンマ、確か10時からだったと思いますので、まあちょっと、ISS のラウンジでもね多分もうちょっとしたら開くと思いますので、まあ、そちらで時間潰しつつ焼きすきヤンマ、行ってみたいと思います。で今回ですね始発のバスでねこれ成田空港に来ました。いやね第3ターミナルでねちょっとボテジュでも食べてから行っちゃおうかななんていうふうに思ったんですけども、いやこれボテジュ入れたら多分ね私もうねあの40を過ぎておりますので、これはね多分食べれないということで、とりあえず焼きすきヤンマをいただいて、まあ、ちょっとね今日夕方の便なんですよね飛行機自体は。ですので、まあ、その間でねどっかで利用できれば、ボテジュもね利用して、まあ、プライオリティパスもね、使い倒していきたいななんていうふうに思います。ということで、ひとまずね ISS のラウンジで時間ね潰していきたいと思います。それでは中に入ってまいりまして、4階に上がってまいりました。まあこちらは皆さん分かると思うんですけども、真ん中ら辺にあるねあのレストラン街ですね、まあ、まだねやってないですけども一応お店確認しておきましょうかね。こんな感じになっておりまして、焼きすきヤンマはこのサボテンの隣ですね、ここにありますので、こちらね、ですので今ねいる場所がこちらになりますので、このエスカレーターの奥の突き当たりの左あたりに、ね、あるっていう感じですかね。で、スタバもありますね。まあ本当にこのレストランエリアにね来ていただければすぐ分かるかなっていうところで、行き方自体はねそんな難しくないですね。はい、もちろんねまだ7時半ぐらいなんでやっておりませんけども、こちらの左側のお店ですね。従業員の方もいらっしゃる。いらっしゃらない、違うかな、あ、違いますね。はい、ということでお店到着いたしました。こちらですね焼きすきヤンマ、はい、今回ねセットメニューがいただけるということで非常に楽しみですね。で話によると普通にねこういったすき焼きセットみたいなのがいただけるそうです。ということでひとまずまだやっておりませんのでね、 ISS のラウンジでゆっくりしたいと思います。多分第一ターミナルの ISS のラウンジなんで本当にいつ来たか覚えてないぐらいですね、はい、お、ヒルトングランドバケーションもありますね、はい、ぜひねハワイ3泊無料でもらえますんで、ぜひ説明会だけでも聞きに行ってはいかがでしょうか。私は2018年に行って、その年にハワイ3泊ね無料で宿泊させていただきました。本当に完全無料でね利用することもできますんで、あれはねめちゃくちゃおすすめです。まあ、ちょっと担当者によってはねガチガチの営業を食らうらしいですけども、私はそんなにねあのやる気がなかった人なのか、説明だけしてあいいですって言ったら、じゃあ宿泊券渡しますねみたいな感じでした。それでは ISS エグゼクティブラウンジやってまいりました。まあ、今回ねこちらはアミクスのねカードとかでも入れますので、プライオリティパスでも入れますけどね、はい、とりあえず適当にカード出して入っていきたいと思います。それでは中に入ってまいりました。中はねこんな感じです。結構すっきりしてて綺麗ですね。で飲み物がこっちで氷ですね、氷、ソフトドリンク、コーヒー、あ、カフェラテとか
こういうのもいただけるんですね。これはいい。でこちら辺に雑誌等々も置いてあります。店内はね本当にすっきりしてて綺麗でいいですね。そんなに広くないですけども、まあ一休みするぐらいだったら全然いいんじゃないでしょうか。このパーテーションもね結構高いんで、結構プライベートが守られて見渡してもね結構いいですよね。はい、ということでこちらにねちょっとゆっくりして開店を待ちましょうかね。はい、ということでちょっとね時間がありますので、私ねナインアワーズ行ったことないんですよ。ですのでターミナル着いて出発なんでね、シャワー利用できると思いますんで、ちょっとサクッと浴びていきたいなと思います。ということで今ね第1ターミナルにいますので、第2ターミナルの方に移動したいと思います。多分そこからターミナル間のバスが出てると思いますんで、そうですね、乗ってターミナル2行きたいと思います。まだね8時ちょっと前ぐらいなんでね、まあ、時間を持て余すぐらいだったら行っちゃいましょう。それでは第2ターミナル到着、地下1階の方に向かいたいと思います。それでは地下1階に降りたらこの鉄道のね入り口を抜けていただいて、こっちですね、ちょっと分かりづらいですよね。であれですね、ちょっと映ってないかもしれないですけど、カプセルホテルって書かれたやつですね。あ、もう 9H のマークが出ておりますね。これで分かりますね。一回ね場所だけ見に来たんですよね。はい、ということでサクッと行ってシャワー浴びたいと思います。ではこちらですね。あ、ここは上がっていくんだ。エスカレーターなんですね。では到着いたしました。サクッとシャワー浴びていきたいと思います。それではサクッと入店してシャワー浴びたいと思います。こんな感じなんですね。ではサクッと入りましょう。シャワーブースは本当にコンパクトになってる感じ。まあタオルはこちらね受付でもらって、で鍵をもらってロッカーにもの預けてシャワールームに入るという感じです。一応シャンプー、リンス、ボディーソープがあるかな。はい、でハンドシャワーが一つだけですね。まあ、これがね無料で利用できますんで、これはいいですね。一応9時間まででしたっけ、利用もねできますので、紙ね、まあどちらでもいいんですけども、出発時しか利用することができないんでね、これがちょっとね残念ポイントですね。それでは出てまいりました。いやね非常にさっぱりしてめちゃくちゃいいですね。はい、プライティパスで出発時だけ使える9アワーズ、9時間の休憩かシャワーですね。はい、無料で利用することができます。出発しか使えないのはちょっと残念ですけども、いやねめちゃくちゃさっぱりして、ちょうど今8時42分ということでターミナル1に戻って、まあ、少しねラウンジに寄ってレストランの方向かいたいと思います。それではラウンジに戻ってまいりました。アサヒスーパートライ、いただきます。ビール最高ですね。ということで、あと3、40分したらレストランの方ね行きたいと思います。それでは時間になりましたので行きたいと思います。まだねオープンしてないんですけども、まあ、ちょっと前なんでね、一番乗りで行っちゃいたいと思います。いやねお店が開店してすごい活気が出てきましたね。先ほどは全然やってなかったんでね。ということで焼きすきのヤンマ、到着いたしました。まだねお店の人がね準備しているところということで、オープンまでねちょっとだけ待って利用していきたいと思います。1名様、はい、1名様ご案内いたします。それでは入店いたしました。焼きすきヤンマさんですね。ということで、入店いたしまして、プライオリティパスを出したらプライオリティパスのメニューが利用することができるということで、写真ね載せておきます。メニューは一択です。で飲み物は、お酒、ソフトドリンク等々もございません。ですのでセットメニューをいただける感じになります。お店の感じはこんな感じです。結構ね広々として非常に素敵なお店ですね。はい、これが国内線、もちろん出発も到着も利用することができますので、これはめちゃくちゃいいですね。ということで今ね作ってもらってますので待ちたいと思います。
やはりね、まだ始まったばっかりということで、店員さんも慣れておりませんので、皆さんね、優しく対応してあげましょう。搭乗券とプライオリティパスがあれば、LCC でも利用することができます。では、待ちましょう。ひっくり返してもらって、お好みで火を通してお召し上がりください。ありがとうございます。それでは到着しました。いや大事なところはね、ちょっとスマホで今ね出てると思いますけども、いやこれやばくないですか、これやばいです。これはで、しかもねこの焼き加減はご自身でねお好みでひっくり返してくださいということで、ちょっと私もね今すぐにでもひっくり返したいんですけども、動画も撮りたいということで、いやこれはすごい。ということでいただきましょうか。はい、ということでいただきます。セットメニューとしてはご飯と卵で、漬物とスープでサラダと、これは何だろうな、プリンみたいな。はい、いただきます。いやこの圧力はやばいですね。はい、ということでいただきましょう。ではいただきます。和牛の肩ロースということで、いやこれやばいでしょ、どう考えても。いやこれやばいですね。はい、これはやばいです。ではこれそのまま一回切りましょう。いや、まあ当たり前かもしれないですけど、この和牛の柔らかさ、本当に口の中でとろけますね。めちゃくちゃうまい。自分でこの焼き加減をね調節して食べれるのもまたいいですね。いやこれはすごいな。はい、多分これプライオリティパスの食事なので多分ナンバーワンになるんじゃないのかなっていうぐらいめちゃくちゃうまいです。ということで次は卵をつけていただきましょう。すき焼きのこのね柔らかいお肉と卵が絡まってね、本当にめちゃくちゃうまい。これ何これ、一瞬で溶けてなさいます。いやこれは贅沢ですね。あとサラダなんかもついてますね。サラダもシャキシャキでうまいですね。うん、最高ですね。うん、これがプライオリティパスで食べるのはやばいです。何回やばいって言ってるかわかんないですけど、やばいですね。うん、あとねスープがついています。うん、これは中華スープですね。うん、玉ねぎとわかめとそれも美味しい。これだけ先食べちゃいましょうか。何なんだろうこれ、プリンかな。杏仁豆腐か、いやこれは牛乳プリンですね。うん、どうしよう、違ったら確認しておきます。うん、でも甘くて美味しいです。うん、でちなみにあのこういうのがね机にありますんで、あの目の前でジャッてやってもらってるんでガードしてくださいね。多分飛びますんで。いやこれはねパフォーマンス性もあって、お味も美味しくて、しかもプライオリティパスで無料。いやこれは完全な優勝ですね。はい、ということであとはゆっくりいただきたいと思います。それではお店を出ました。めちゃくちゃうまかったです。ごちそうさまでした。プライオリティパスのメニューは和牛の肩ロースの焼きすき、ご飯、中華スープ、サラダ、牛乳プリン、こちらがセットでいただけるということで、いやいいですね。これねさっき店員さんが運んでたんで、これマジのお肉みたいですね。はい、すごいですよね。こんなのもいただけちゃうみたいです。まあでもね本当にめちゃくちゃうまかったんで、ぜひ皆さん利用してみていただければなと思います。私が食べたら大体これになるのかな。はい、肩ロース2800円、これに牛乳プリンがついてプライオリティパス3700円のセットメニューっていう感じですね。メニューは選べないんですけども、めちゃくちゃ大満足でした。いや本当にごちそうさまです。はい、ということで今回ですね、プライオリティパスに新しく対応した
焼きすきヤンマ利用させていただきました。最後にね、整理させていただくと、まずね、プライオリティパスで利用することができまして、プライオリティパスと搭乗券があれば利用することができます。当日の搭乗券、到着でも出発でも利用することができて、その間はね、当日とかでね利用する場合は、まあ、6時間以内をね再訪問することができませんので、この点ね注意してください。でまたね、こちらはレストラン特典っていう風になりますので、アメックスから発行されているプライオリティパス、アメックスゴールド、ゴールドプリファード、プラチナ、ANA アメックスゴールド、ANA アメックスプレミアム、プロパのビジネスカードとかね、まあ、ここら辺プライオリティパス対応しておりますけれども、アメックスのプライオリティパスはレストラン特典利用することができませんので、こちらもね利用することができません。でまたね、使えるのはプライオリティパスとラウンジ機、あと中国のなんかマークもありましたけれども、ダイナスに関してはね、ちょっとお店の方わからないっていう風になりますんで、ダイナスね持っている方に関してはちょっとね、ダイナス あのカードデスク等々にね聞くか、公式サイトね検索していただいてチェックねしてみていただければなと思います。こんなところですかね。まあ出発でも到着でもね利用することができますので、これはね完全にやばいですね。はい、ボテジューの利用機会がね多分これはね減るんじゃないですかね。まあもちろんね、朝10時から6時半だったかな、はい、時間がね結構短いので、まあその部分がねボテジューとかねすごい長くやってますので、時間帯によってはですね、ボテジューになる可能性あるかもしれないですけども、いや味としてはね本当に和牛肩ロース、しかも焼きすき、すごいね目の前でねジュージューやってくれますんで、めちゃくちゃね映えますしね、はい、そして美味しい完全にねこれはね優勝なんじゃないかなと思います。ということで今回ですね、これをね食べるためだけに成田空港にねやってきて、私はねこの後ねまた動画飲んだくれる旅をね出したいと思いますけども、私はねこのまま飛行機に乗って羽田空港の方にね帰りたいと思いますので、まあ、とりあえずね今回の動画こちらでね、終わりたいなと思います。いやーね、これはね本当にすごいですね。めちゃくちゃ美味しかったです。多分ねもう今日の段階でも、私がね開店の時に行って、4人ぐらいいて、全てプライオリティパスのお客さんだったんで、まあ、これからねどんどん利用者増えると思いますし、お店もねそんなに広くないので、これは多分並ぶと思います。ですので、まあ、混まないうちにですねぜひ、利用してみていただければなと思います。めちゃくちゃ美味しいんでね、1回はぜひ利用してください。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、 LINE 公式アカウント、最近ね LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクレガ診断、ポイントサイト診断ね、ここら辺にちょっと出しておきますけども、無料でできますのでぜひねチェックしてみていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。私はカードラウンジに行って編集作業を頑張ります。